音楽と、あとは踊りをご覧いただいてます。最初に見ていただいたのはパニャンブラマという踊りで、バリ島ってヒンズー教のお寺がとってもたくさんあるんですけど、そこでなんか結構210日にいっぺんずつお祭りとかやってて、そこでよくガムランと踊りを奉納したりします。それで、お花を巻いたりすると歓迎の意味とかがあって、そこからなんていうのかな、コンサートとかやっても花を巻いてお客様を歓迎しますっていう、そういう意味のある踊りです。はい、そんな感じですね。はい。でパニャンブラマーを今見ていただきました。はい。で次はギラという曲、演奏の曲を、ギラ曲を聴いてもらいます。でメロディーがぐる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 回ってるので、ちょっとそれを聞きながら、ちょっと、この川の流れにこう、ゆったり、身を任せて聞いていただけたらと思います。はい、じゃあギラです。